はい、こんばんは。今日は2017年の11月高1の真剣模試です。生徒に聞かれたのは3番です。これ生徒の問題をただコピーして、生徒がなんか丸してる後方ですけども、いきますね。3番。A、B は定数で A 大なりマイナス1、かつ A は0じゃないとすると。二次関数 fx イコール ax 2乗足す 2ax 足す b があり、マイナス3小なりイコール x 小なりイコール a における fx の最大値を large m と、最小値をスモール m とすると。1番、y イコール fx のグラフの頂点の座標を ab を用いて表せと。2番、y イコール fx のグラフが点27の通り、最小値か。最小値、スモール m イコール5となるような ab の値。この2番に関しては、これ場合分けがありますね。a がプラスかマイナスかで、下に凸か上に凸かになっちゃうからですね。で、3番。large m イコール2スモール m となるときの b を a を用いて表せ。つまり b イコール何々っていうふうに表せと。はい、じゃあ行きましょう。答案は作りましたんで、これを元にね、やっていきます。はい、じゃあ行きましょう。まず1番。fx。じゃあ平方完成しますね。この項とこの項を a でまとめます。そしてこの括弧の中をこう持ってくれば、a 括弧 x 足す1の2乗引く a 足す b と。で、頂点を求めなさい。だから、頂点はマイナス1、マイナス A、足す B と。これが1番の回答ですね。で、2番。y イコール fx のグラフが点27を取るんだから、f2 を入れたら7ってことですね。ということは、x に2を入れてください。ここに2入れてください。4a 足す 4a 足す b イコール7か。こうね。じゃあ、これで b イコールマイナス 8a 足す7と。よって、この b のところを、だから、元々の式の b のところを、マイナス 8a 足す7に書き換えましょう。いきますね。じゃあ、fx イコール ax2 乗足す 2ax 引く 8a 足す7。じゃあ、平方完成すると、a カッコ x 足す1の2乗引く 9a 足す7と。まあ、軸は x イコールマイナス1ですね。で、ここで、a がプラスかマイナスかで変わってきますよね。a がプラスだったら下に凸。a がマイナスだったら上に凸になっちゃうと。じゃあ、場合分けします。まず、もともと問題文には、a は、マイナス1よりは大きいと。でもまあ、マイナス 0.5 とかもあり得るから、負はあり得ますね。ということは、まず1個目。A が負の場合、つまりマイナス1から0の間の時と。そしたらグラフとしてこうですね。軸がマイナス1ね。で、今回、マイナス3から A までって言ってるから、問題文はね。マイナス3から A まで。マイナス3から A まで。ということは、A がその、マイナス1から0、だいたいこの辺の時ね、A がね。そしたら、こういうグラフをたどるので、軸はマイナス1ですよ。そしたら最小値ここですね。f-3。つまり、スモール m イコール f-3 を計算してください。そしたら代入したら、マイナス 5a 足す7になるのかな。で、これがスモール m が5っていうんだから、これイコール5ね。計算したら a が5分の2と。5分の2なんだけど、この中の範囲に入ってないですよね。だから、これは条件よりこの解はペケと。あ、不適、不適と。じゃあ今度もう一個。a がプラスだった場合。a がプラスだったら下に凸ですよね。で、軸がマイナス1は決まってるから、だから、a が正って言ったら、これが何もでもいいんですよ。そしたら、マイナス3から、まあ、正だから、まあ、適当ね。この辺、a ね。で、まあ、最小値だから、この f マイナス1だけ計算すればいいですね。f マイナス1。じゃあ、スモール m イコール f マイナス1。ということで、マイナス 9a 足す7になります。で、それがマイナス5っていう、あ、違う、それが5っていうんだから、これイコール5ね。で、計算すると A が9分の2と。9分の2は条件合ってますね。9分の2は。じゃあ、これは条件を満たす。で、この時に、欲しいのは別にこれ9分の2を出すわけじゃなくて、あ、いいんだ、いいんだ。A は9分の2でいいんだ。9分の2は出ましたと。だから、条件の1番の時は A が不適だったから B は出す必要ないと。でも、場合分けの1番ね。でも、場合分けの2番はもう A が出たから、じゃあ、これを元に B 出します。じゃあさっき b イコールマイナス 8a 足す7ってありましたね。b イコールマイナス 8a 足す7と。じゃあこの中に a が9分の2っていうのをさっき、場合分けの2番でやった a が9分の2っていうのを入れましょう。そしたら b が9分の47が出てきます。よって回答は、括弧2番の回答は、a が9分の2、b が9分の47となります。よろしいでしょうか。はい。続いて3番。これがややこしいね。3番ね。3番は、じゃあ、3番は2とは別問題です。large m イコールスモール 2m となるときの b を a を用いて。はい。
今度ね、場合分けまたするんですけども、じゃあ、もともとの式、こうですね。もう、カッコ2番無視ですよ。カッコ2番とカッコ3番別問題だから。fx がこうだってですね。だからさっきの a と b は使えないですよ。さっきの a と b は。はい。で、まず、1番。a が負の時。だからさっきと同じね。の時、こういうグラフをたどると。軸はマイナス1だから、で、マイナス3から a までなんだけど、a がマイナス1から0あたりだから、ここからここまでね、範囲は。問題がそうですよね。マイナス3から a までだから。その時に、もう最大と最小出ますね。最大値は f マイナス1。最小値が f マイナス3ですね。ですね。で、ちなみに f マイナス3と同じ y の値は f1 の時ですね。そうですね。放物線左右対称だから、これ長さ2違い、2違いで、そうですね。f マイナス3と f1、ただし f1 までいかないので、今回はマイナス3から a までね。そしたら、ラージ m イコール f マイナス1。計算したら、マイナス a 足す b と。で、スモール m は f マイナス3と。計算したら 3a 足す b と。で、ラージ m イコールスモール 2m だから、2スモール m か。よって、マイナス a 足す b イコール2括弧 3a 足す b。計算したら b イコールマイナス 7a と。これで一つ答え出ました。いいですか。だから a がこの範囲の時は、b イコールマイナス 7a が出ますよ。で、次2番。今度 a が、プラスの時。プラスなんだけど、2種類あると。つまり、これの時とこれの時。つまりね、これの時だったら、なんで1の出てくるか。さっき言ったように、まあ今回下に凸なら、a がプラスだから下に凸ですけども、マイナス1が軸として、ここまでが2違いですよね。じゃあここまでが2違いだから、ちょうど y の値が f マイナス3と f1 がちょうど y の値一緒になると。その手前のところに a を置いたという場合ね。そしたら、最小値が f マイナス1になりますね。で、最大値が f マイナス3と。いいですかね。じゃあ、ラージ m イコール f マイナス3と。まあ 3a 足す b と。スモール m が f マイナス1イコールマイナス a 足す b ね。で、ちなみにこれは、まあ、イコール箱あってもいいですよ、別に。イコールこっちやって、で、場合分けの3番目にイコール外しゃいいだけやから。主役はこっちじゃなくて、こっちの方が主役だから、あまりこだわらない方がいいです。じゃあ、ラージ m イコールこれ、スモール m イコールこれね。で、ラージ m イコール2スモール m だから、3a 足す b イコール2カッコマイナス a 足す b。計算してみたら、b イコール 5a と。いいかな。はい。で、場合分け3番目。じゃあ今度 a が1以上と。さっき言ったように、軸がマイナス1で、ここマイナス3ね。で、差が2だから、差の2の1よりも右側に来た場合。当然、最大値こうなりますね。fa。最小値は f マイナス1ね。じゃあこのグラフを書いて考えれば、じゃあ、ラージ m イコール fa ってことで a3 乗足す 2a2 乗足す b と。スモール m イコール f マイナス1で、マイナス a 足す b ね。で、ラージ m イコール 2スモール m だから、計算してみたら b イコール a3 乗足す 2a2 乗足す 2a と。じゃあ、あとまとめてください。以上より、以上場合分け3つより、a はマイナス1から0の時は b イコールマイナス 7a と。で、a が0から1の時は b イコール 5a と。で、a が1以上のときは b イコール a3 乗足す 2a2 乗足す 2a。だからこれが回答です。だから回答欄には、これのときこう、これのときこう、これのときこうと書いてください。まあ、さっき言ったように、イコールはこっちでもいいですよ、別に。イコールはこうでもね。いいかな。はい。じゃあ、以上になります。いいかな。はい。で、ちょっともう一回確認しましょうか。問題の確認なんですけども、よく引っかかりやすいのがね、1番と2番関係あって、2番と3番関係あると。ただし、今回は、まあもちろん1番は使うんですよ。1番は2番、3番でも使うんだけど、1番のこの頂点の座標というよりも、軸であるこの A の方が大事で、要は今回軸さえ分かっていれば、2と3は対応できる。ただし、2番の回答は一切3番には関係ないですね。だからよく2番を使って3番とかあるけども、あくまで2番は27を通った場合、27を通った場合はこうですよって条件つけてるので、3番では使わないように。いいですかね ?3 番では。で、3番のように、ラージ m イコール2スモール m みたいな感じで書くときは、当然場合分けしとかないといけない。1つの場合ではないよと。場合分けをね。で、a がプラスのとき、a がマイナスのときと当然グラフは変わってくるので、で、a がマイナスのときはまあ範囲が狭いんだけども、A がプラスの時は範囲が大きくなるから3番は場合分け2ついると。プラスはね。そこは要注意でしたと。
まあ、さっきも全部説明しましたけども、もう1回、まあ、1回やるだけじゃ分かんないので2回3回とやってみてください。はい、じゃあ以上です。高1頑張れ。